皆さん、こんにちは。大阪メトロでは、お客様に快適にご利用いただけるよう、駅社員の接客、接遇スキルの向上に取り組んでおり、2019年度から新たに一定以上の接遇スキルを身につけた駅社員を、接遇マイスターに認定する取り組みを始めました。接遇マイスターは、よりお客様に寄り添った、 おもてなしの心でで応対するだけでなく、他の社員の手本となり接遇を浸透拡大するためのキーパーソンになることを目指していますそのためおもてなしや人材育成のノウハウを持っている専門の講師に依頼し接遇マイスター養成研修を開催試験も行いました2019年度は26人を行いました 接遇マイスターに認定しました。まだまだ至らない点が多く、接客については様々なご意見を頂戴しておりますが、今後も接遇マイスターの取り組みを続けることで、少しでもお客様に気持ちよくご利用いただけるよう、引き続き取り組んでまいります。またお会いしましょう。